おはようございます。どうも山本山山太郎です。お久しぶりです。ときめも2週間ぶりぐらいになってしまいましたね。お待たせいたしました。みんな山本山と三陰先生の恋の行方が気になってると思う。私は気になってます。今日も見れるかな、私の推し三陰先生の旧エピソード。いや、なんて言ったってね、控えてますよ文化祭が。また1週間始まったけど、とりあえず運動しとく。そうやな、運動のパラメーターももう少し上げたいもんな。上げてこう。あ久しぶりに見たな、りょうちゃん。隣でにこやかに笑ってくれてる。あれ、え、運動運良かったんじゃないと思ったけど、ちょこちょこ失敗してたな。今年の文化祭の出し物ですが、私たち園芸部はハーブティーと野菜即売会を行うことになりました。来ましたよ文化祭。今年も園芸部代表として出させていただきます。三陰先生が喜ぶことを今年もできたらいいな。ハーブの種類もいろいろあるからな。うまく選んでブレンドしてみろよ。こんなに初手から会えるなんて思ってなかったもんで、最近ねついつい頬が緩みっぱなしになっちゃうんですよ。三陰先生見てるとね、ちょっとアドバイスしてくれたわ。野菜は朝どれに限る。収穫タイミングの調整だな。ツヤツヤのべっぴんさんを店に並べるぞ。ツヤツヤのべっぴんさんっていいな。野菜に対してもさ、優しいや魅力的よ三陰先生。夏野菜がまだまだ収穫できそうだ。一緒にキュウリとかポリって丸ごとかじりません？隣のトトロでメイちゃんとかサツキがやってたように、夏野菜を井戸の水とかで冷やしてポリって食べるみたいな、そういうのちょっと一緒にやりたいななんて。効能が増すブレンドを研究しよう。私も研究しないといけないわ。部員 B にばかり過去させられへん。ああ、お前たちいいじゃねえか。やる気満々です。頭使っていこうぜ。はい、頭使って、ちょっと三陰先生だったらどう喜んでくれるかなっていうのを、このね頭で駆使して考えていきたいと思います。はい、よし、今年も頑張るぞ。ほら、山本山も超絶やる気よ。あ、待って、もう文化祭の準備始まるってこと？ちょっと待って、ストレス値があまりにも高い。日曜日なんですけど、今日はぐっすり休もう。来週から文化祭の準備も始まるしな。今週の星座占い見とこ。あ、引き続き健康運がいいんや。ラッキーアイテムセンスやったけど、私持ってないよなセンス。せやな、ないな。このまま行きましょう。で、今週から文化祭準備頑張って行ってきます。山本山、おお、順調じゃない。美術でも担当してんのかな。園芸部としてもっといろいろやらんでいいんかな。どうハーブティーをブレンドしようかなみたいな、大丈夫かな考えとかんで。まあ、とりあえず今日休みなんやったら、あ、ちょっと待って、新着メッセージ届いてた。いつから？私全然気づいてなかったな。ニコの未読メッセージ、ショップ情報や。おお、12月まで期間限定晴れ着フェア開催。今年も振袖の販売が始まりました。購入を予定しているみんなのために大注目のデザインをご紹介。今年はこれ絶対買わなあかんから。ブーティックジェス、あ、メルル。私これ三陰先生といけたりすんのかな。三陰先生といけるんやったら、私ちょっとおセクシーな感じでいきますけれども、そういう色気マシマシの振袖買いに行きますけど、どうなんですか。いや、ドレスも買いに行かなあかんからね。私いっぱい買うものがあるから、74リッチぼちぼち溜まってるんちゃうか。これで半額クーポンとか使えばいける気がする。ついつい先のこと考えちゃって。今文化祭ね、今日何するかないよ。一旦はここいらでおしゃれしとくか。魅力をアップさせて文化祭で三陰先生に告白してもらおう大作戦。気が早すぎるかもしれない。おしゃれしてきましょう。ええ、ちょっと待って、いろんな意味でちょっと待って。私今張り切って文化祭の準備もしようと思ってた。そんな失敗することあるっていうぐらい失敗してたけれども、三陰先生に出会えたんで、はい、もうよしとします。しかも見て、みんな小次郎先生だ。え、ちょっとこれもまた呼び方変えれるってこと？え、ちょっと待って、これどうする、距離もっと詰めるってこと？小次郎先生はまだ先生やもんな。小次郎さんってそんなあんた恋人に言ってるようなもんやないの、その呼び方。小次郎さん先生取っ払っちゃう？一回やってみちゃう？うわ、でもな、無難に小次郎先生で行ってから一緒にカフェとかも行きたい。いや、でも私は一回行ってみたい。小次郎さん、いけるのか、いけるのか、小次郎さん。まさか俺のことじゃねえよな。はい、一
きなりこんな画面になって皆さん驚いてるかと思うんですけれども、まあ、私も驚いてます。三影先生、小次郎さん呼びがダメだったということで、まあ、リベンジしようと思ったんですよ。そしたら数日前に戻りまして、同じ道を辿ってた結果、いっくん出てきましたね。はいそういえばこれランダムイベントやったね。さっきはランダムで小次郎先生やったんやわ。とりあえず私いっくんと喫茶店とか行かれへんかなって思ってんねん。つう欲張ってしまう。いっくん喫茶店に寄ろう。いっくん、あーいっくんさ、ほんと君ってギャップだよね。その胸元開けちゃってんのさ、いつだってギャップで殺しにかかってくるよ、うちらのことを。ねえ、お茶して帰らない？ごめん、あ、今日は早く帰る約束してるんだ。え、それじゃまたね。あ、いっくん、あ、仕方ない、今日はまっすぐ帰ろう。あー惨敗。これさっきと同じ道辿って小次郎先生に会えるんかな。もう一回おしゃれしてこようと思います。さあどう？あ、成功してる。そして、あ、成功してる。あ、でもあれやば、イベント発生しませんでした。小次郎先生との放課後イベント発生しませんでした。ちょっとね、ストレス値が溜まってるから今日も休んどきます。一回休息取って、ほんでまた今日からね、文化祭準備頑張っていこう。もうそろそろ文化祭なんじゃない？山本山、あ、大丈夫。山本山、ずっと作ってるその看板。なんだ、一人か。本当に待ってください。気持ちがまだ準備できていません。この声は、うちら仲良しグループやった。そういえば、あ、小次郎先生、このメンバーでランチなんだけどさ、あお前もどうだ。出た、ランチタイムや。仲良しメンバーでランチで、ね、もちろん行きます。よし、面白いな、これで盛り上がるだろういつも笑えてくんねんな、このメンバーで行ってんの。今日は何を食べよう。フルーツサンドに焼きそば、カルボナーラに幅学定食。前幅学定食食べたからどうしよっか。あの選択肢がすごいよね。4分の3小麦なんやけど、普段私グルテンフリー生活をしているんですけれども、すごいよ、4分の3小麦ですけど。ここはフルーツサンドでも食べて可愛くぶっときましょう。いや多分な、フルーツサンドとか食べて可愛くぶってるよりね、何でも美味しそうに食べてる子が一番やと思う。わー、何食べてんの？三影先生、それバンバンチンサラダ？そんなんでお腹いっぱいになるんですか？そしてりょうちゃん、ざるそばの量が本当に多いね。これ何人前？すごいもりもり食べるやん。まあでもな、よく食べて大きく育つんやで。いただきます。いただきます。そういえば三影先生に教えてもらったレシピ、とても助かりました。何作ってたんやろ。おお、でもあれは困った時の切り札だ。乱用するなよ。ちょ、会話に入れてくださいよ。私も、心得てます。何この二人悪だくみしてる顔なんよな。このさ、三影先生の生徒と対等な目線に立ってくれるのすごくいいよね。そういうところに惹かれちゃうよね。乱用？それってどんなお料理ですか？いや気になるよな、どんな料理作ってんの。食パン定食。食パン定食とは、求む解説。食パン定食、ほら山本山も困惑してしまっている。定食といえばご飯という発想を覆した三影先生の一人暮らしの奥義着眼点がすごいですね。三影先生、これ大物になりますね。ああ、給食はご飯じゃなくてパンが多いだろ。ああ確かに、そっから着想を得た。そういえばそうやったな。私給食は小学校の頃までやったけど、パンの割合めちゃくちゃ高かった。あ、ご飯の代わりにパンを食べるんですね。それじゃ普通、パンを置かずにパンを食べる。いやもうすごい、それがこのレシピの真骨頂。パンを置かずにパンを食べる、今の私からしたらすごい地獄なんですけど。二人の食生活が心配かも。そやな、山本山、ちょっと間に入ってご飯でも作ってあげた方がいいかもしれない。来ちゃったよ、パンの話題に花咲かせたら来ちゃったよ。当日、今日は文化祭、私の所属する園芸部の出し物はカフェと野菜即売会。早く準備しに行かなくっちゃ。え、山本山さ、結局看板ずっと作ってたけど大丈夫かな。私これいらっしゃい、いらっしゃい。ちょっと待って待って、去年は思い出した。あれ、もしかしていっくんまた散髪屋さんみたいなことやってる？まさかいっくん今年もやってるの？そうそう、今年もやるよ。今年もやってた。クイズヘアカットダーホン、
去年は一人も俺に勝てなかったからね。いや、なんかさ、いっくんという人物を知ってからこう見るとさ、いやー、いっくんには勝てないんじゃない？クイズとかで。だってクイズ大会みたいな優勝してたぐらいやで。それ誰も勝てへんよ。そうだよね。うわ、今年もやってんのかよ。あれ、去年被害に遭ってた方ですか？あれか、噂のクイズ紙切りデスマッチ。うわ、デスマッチすぎるな。今年も勝負だ。クイズに勝てないで待っていても怖いぜ。男子生徒 A、 木も座ってんな。はいはい、いらっしゃい。お客さん来たから、じゃあね。いや、面白いことやってんな、いっくん。もしかして少し人気になってきてる？なんか噛めば噛むほど味が出てくるスルメみたいな感じになってんのかな、いっくん。あ、そしていのりくん。ひむろくん、どうかしたの？どうした？かわいいね、いのりくんもね。なんだ、君か。私です。いや、なんかやたらと注目されてる感じする。クラスの出し物サボってるから。何か別のことで有名になっちゃったみたいな、サーフィンしてる記事とかみんなクラスメイトに読まれちゃったみたいな、そういう感じ。それで注目の的になっちゃってる感じだったりする？それはダメだよ、みんな困ってるんじゃない？あ、そっちやったよね。そっちで見られてるってことね。はあ、めんどくさいけど罪悪感を感じるのもナンセンスかな。いのりくんのとこ何やってんのやろ。自分の役目はちゃんと果たす。出し物何してんの？うん、それがいいと思う。アドバイスどうも。それじゃ。ちょ、見に行きたいな。あー、私も後でヘムロくんのクラスに行ってみようかな。よう言うた山本山。私たちついに心が通じ合ってきたね。みーちゃん、もしかしてだけど今年も見ちゃった？告白シーンでも見ちゃった？みーちゃん、ねえ、文化祭当日になると急にカップルが増えてる気がしない？何何何、そのクリスマスの雰囲気みたいな、クリスマスマジックみたいなやつ、何それ。そうかな。絶対そう。だって昨日まではただのクラスメートだと思ってた男女が今日は2人で。やっぱ文化祭とかって恋人で回りたいもんなんかな。私は友達と楽しんでたよ。こんな絵に描いたような文化祭ではなかったけれども楽しんでたよ、友達と。やだ、私なんでこんなこと気にしてるんだろう。兄ちゃん、本当に乙女の一面が可愛いよね。兄ちゃん、恋したいの？今日恋話しようや。女子会でも開こうや。また夜屋上に行って頭を冷やしてくる。ブブなんよな。みーちゃんいつも経験豊富そうな感じで私にアドバイスくれてるけどさ、とてもウブですよね。みーちゃん、今年も顔が真っ赤だ。今年もなんか妄想して顔真っ赤になってたんやな。あ、そして来ましたよ。今年はハーブティー&野菜即売会、喜んでもらえるといいな。お邪魔します。ハーブティーをいただきに来ました。うわ、もうさ、りょうちゃんはいつだってそばにいてくれるよね。だからやっぱりさ、心細いやん。ハーブティーとかさ、本当に大丈夫かなみたいな、この味でよかったかなみたいな、それをさ、すかさず山本山の様子を見に来てくれる君って本当にできる男だね、りょうちゃん。あ、りょうちゃん、いらっしゃいませ。今年は野菜の直売もあるよ。へー、お前の野菜か。なんか見ただけでわかりそう。まあ、確かにな、山本山なんか形がいびつになったナスとか育ててそうやもんな。わかるわかる。うん、育てた人の名前が書いてあるから。そうなんや。そんなのなくても俺にはわかるんだ。え、ま、覗いてみるかな。エスパーかもしれん、りょうちゃん。山本山のこと好きすぎるやろ。どうぞ。え、ほんまにわかる？りょうちゃん。あ、はい、いや、いや、呼び来ました。りょうちゃん、いかがでしたか？ハーブティーうまかった。あ、よかった。それにしても綺麗な野菜だな。本当？嬉しいな。お前に育てられた野菜は見た目だけじゃなくて味もいいんだろうな。うお、直接褒められるよりさ、こういう感じで褒めてくれるのとても嬉しくない？山本山のことをしっかり分かった上で出てくるセリフやん、そんな。家でおじいちゃんと一緒に食べるよ。あ、かわいい。ありがとう。りょうちゃんに褒めてもらっちゃった。やった、大成功。はあ、微笑ましい。そして三上先生、お前の野菜即完売だったな。なんだって？頑張った甲斐があった。私頑張ってました。放課後毎日毎日看板作りを愛情込めて育ててたんや、山本山。買って帰った人の顔見たか？お前が笑顔にしたんだ。うわ、そんなとこまで三上先生見てくれてるんや。ついでに俺のこともな。はあ、よ
かったです、先生が笑顔になってくれて。はい、やった、大成功、頑張った甲斐があったな。はい、今年のローズクイーン決まったみたい。あ、出た、ローズクイーン。これ来年私もローズクイーンになれるんじゃない、なれる可能性出てきてるんじゃない。実はヒカル見てきたんだよね、マジパーフェクトだったよ。へえ。あ、今もテーマと気持ちがリンクしちゃった。へえ。来年は私たちがエントリーする番。もうあっという間に高校3年生になってしまうのか、早いもんですね。マリーも一緒にエントリーしよう。そやな、来年は私も頑張る、自分磨き1年頑張っとく。私そんなの無理だよ、そんなこと言うな山本山、私が背中押してやる、後ろからイケイケゴーゴーって声援送ったる。ヒカルたちの学年って可愛い子いっぱいいるしな、こりゃちょっと厳しいかもね。あー、だいぶハードルが高そうですね。ミスコンって日頃の努力が実を結ぶから、それがなければ難しいかな。あ、しっかりパラメーターを上げていきます。ちょっと残念かも。ん、何、ちょっと残念かもってどういうこと。魅力上げきってないからみたいな、そういう感じかな今のは。あ、大丈夫かな、来年までに上げときます。頑張りましょう、ここはね。こうして今年の文化祭は幕を下ろした。終わっていってしまった。わあ、楽しかったな文化祭。私そろそろ三影先生の電話番号持ってないですよね。やっぱ先生からかけてきてもらうのを待つしかないのかもしれないですね。ちょっとフラワーガーデン見せてもらおうかな、どうなってるんか気になるわ。ヒカルだよ。フラワーガーデン、私さ、待って待って、ね、私さっきフラワーガーデンって言ったな、ただのお花の園やん。マリーガーデン見せてもらおう、どうなってる。あのね、私のマリーガーデンの様子を知りたいんだけど。マリーの心のお庭だね。お花はどうなったかな。なんで心のお庭可視化できんねん、いつも思うけれども。わあ、三影先生とってもにこやかじゃない。にこやかやし、とても距離が近くない、私たち一体どうなっていくの。教科も聞いとこっかな。マリーの教科だね。ほんとね、こんな感じだよ。うわあ、どうなってるんやろ。いや、もう最近お寮ちゃんでけー、とても大きくなってるね。最近もブーストかけて小次郎先生に行ってるので、他の子たちとのね交流がやっぱ減ってる。あー、やっぱその分ね、ハートは少しずつ少なくなっていってるかな。まあでも七つ森くんやっぱちょっと大きいな、修学旅行でもいろいろあったからかな。え、待って、祈りくん案外大きくなってるな、祈りくんハート。じゃあ行きますよ、三影先生行きます。はい。うわー、待って、あれ、なんかあれ、あ、ちょっと、あ、おい、おい、三影先生にこやかやねん、ここはにこやかやねんけど、あれ、ハートなんかりょうちゃんの方がでかくない。私たちなんかしたっけ、りょうちゃん。いや、確かに仲は良いなって思っているよ、常日頃からね。あ、でもなんか三影先生の方がハートでかいと思ってたけど、どうしてなんだい。あ、あ、ちょ、あ、三影先生に会いに行かねば。今日も三影先生に会いに行ってきます。先生、あー、先生。改めて見るとさ、木々に埋まってる三影先生の顔面白いな。今週ね、行楽の運勢が良かったので、おしゃれして魅力アップしておこうと思います。いや、これ魅力全然上げてないから残念って出たんかな、さっき。いや、来年ね、ミスコン優勝したいし、しっかり上げていきましょう魅力を。勉強していこう、メイクの。あれ、なんかバイトとても失敗してる気がするな。あ、頑張ったね今週も、頑張ったよ。お、今帰りか。あ、ちょっと待って、何これ、なんか始まった。はい、なら一緒に帰ろうぜ。ちょっと、え三影先生からお誘いいただきましたが、本当に言ってます。うわ、ちょっとこれ欲張っていいですか、お茶して帰りませんか。ぐいぐい行っちゃいます。もういいな。はーい、ありがとうございます、ありがとうございます。いつもこのカフェなんよ、いつもこの席なんよね、山本山の特等席なんかもしれん。いや、ここに三影先生がおるのいいな。ね、掘り葉掘り聞いちゃおうや今日は。ところで小次郎先生、ん、どうした。うわ、ちょっと待って、全部知りたいけどね。いや、食べ物とかについて聞いとくのが一番部なんか。いや、これ何聞いたらいいんやろ、何でもいいんかな。食べ物について聞きたいな。好きな食べ物って何ですか。新鮮な野菜や肉は本
とうまいよな。それは本当にそう。ちょっとお高めの居酒屋さんとかで食べる野菜とかお肉ってほんまに美味しいもん。じゃあ好きな食べ物は小次郎先生が育てた野菜。冷やし中華。ジャンキーゴリゴリ麺類やったわ。いやーちょっと何その笑顔初めて見たんやけど。いや可愛いわ。え、ちょっと意外かも。そうかな。取れたて野菜を乗っけてさ、オールシーズン食べてーなー。冷やし中華ってオールシーズン食べられへんけ。スーパーに並んでなかったっけ。でも取れたて野菜ってところがちょっと三影先生らしいですね。なるほど、野菜を美味しく食べる方法ですね。そうだな。でもさ、野菜なしの酢の冷やし中華もいけるぜ。えね、そんなキメキメの顔して話してんの冷やし中華のことなんやろ。面白すぎるやろ。醤油だれと紅生姜の酸味のダブルパンチ、そこにからした。野菜関係なしで冷やし中華が大好きなんですね。うん、それなのに学食メニューに入ってないんだよ。幅学に文句があるとすればその一点だ。先生署名集めてませんでした。そういえば確かに、なんでないんだろう。わー、三影先生のことを知れたイベントでした。え、現れると思ってなかったんけど三影先生。え、じゃあもうそろそろ私振袖とかドレス見に行っちゃおっかな。買い物行ってきます。で、やっぱここでしょ、めるるでしょ。いらっしゃいませ。もう三影先生の好みバチバチのもん買っちゃおう。うわー、ドレスどうしよっか。真っ赤なドレス、純白のホワイトもあるけどどうしよっかな。え、で振袖は、うわー大セクシー。え、ちょっと待って、195リッチ。待って、 50% オフは確かに使える、確かに使えるけどさ、ドレス買ったら私破産してしまわへん。どの道振袖買われへんな、これ。ですね、また時を戻して戻ってきたんですけれども、振袖とドレス同じタイミングで 50% オフで使った方が賢いなって思ったから、ちょっと一旦待ちにしよう。もうちょっとお金を貯めよう。来週やったらフリーマーケットがあるから、フリーマーケットとかで安く手に入れれるんかな。そっちの方がいいかもしれん。ってことで今日もひたすらおしゃれして魅力アップしておこうと思います。おしゃれ頑張ろう。休みの日こそ研究がはかどるからね。今週も魅力頑張ってあげてきます。なんかクリスマス前にめちゃくちゃ気合い入れて頑張ってんな山本山。そういうモチベーション高めていくの大事やからね。メイクしっかり研究して、もう最高のクリスマスとお正月迎えよう。で、そしてどうした、いきなりイベント始まったけれども、放課後かな、これは。すっかり遅くなっちゃった。もう誰もいない、私も早く帰ろうと。この夕焼けが差し込んできてる感じ、すっごいエモいですね。青春って感じがしていいですね。誰が待ってんのこの部屋で。え、何、誰や、誰が出てくるんや。このゲーム、こんなに現実世界の私にもときめきを汚しやがる。何なんだ、うわー、いや進まれへんかもしれない。ちょっとあの本当に失った、恋を失った、本当にどこに落としてきたんだろうか。もう何も言われへんけど感じ取って、みんなこの表情から感じ取って。普段あんなにこやかに朗らかに話せる三影先生のちょっと険しい表情っていうのはね、とてもたまらないものがありますね。あー、どうしようどうしたらいいんだろうか。小次郎先生どうしたんですか。おー、お前か。ヘアゴムがどっか飛んでっちまって。ちょっと待って、酸欠なりそう。なんかもう、いや、ヘアゴムがどか飛んでしまったんですか。全然見つからねえんだよ。あ、どこに飛んでいってしまったんだろう、三影先生のヘアゴム。探しますよ、一緒に。あ、それで、ん、それで、ちょっと待って、ほんまにどうしよう、死にそうになってる今。ときめきがはち切れそう。え、どういうこと。いつもと雰囲気が違うなって。いや、違いすぎてギャップに溺れている私は今。そうか、なんか
っと待って、喋り方もさ、だいぶ気抜いてる感じせえへん？いつもの先生っていう感じがだいぶなくない？え、可愛すぎひんか？どうしたらいいんですか？え、違ってどうだ？で私耐えられへんかもしれへん。違ってどうだって言われてさ、なんかそんな駆け引きとか無理やって。え、もう好きですって言おう。山本山、ここで逆告白みたいな行こう。もうしてしまえ告白を。いいと思います、いいと思います、じゃないね山本山。そこは好きだって言うんやろ。好きだって言え山本山。へえ、お前はこっちの方がいいのか。わからへん、この感情をどこに押し付ければいい。え、小次郎先生、ちゃうねん、こっちの方がいいとかじゃなくって、普段の小次郎先生を見てるからこっちに新鮮味が増すわけですよ。え、だから両方あって両方いい、みんな違ってみんないいって話、ワンフォーオール、オールフォーワンってことなんですよ。そう。どういうこと？いや、ごめん、進まれへん、ごめんな。みんな、あの、一生私は何をせえにやって思ってるかもしれない。進めないんですよ、もう。どうしたらいいか分からへん。こっから先私は受け止めきれるのだろうかって思っているよ、この感情を。どうぞ来い、三影小次郎先生。 OK、 じゃあもういい、今日はこのままだ。いやー、ちょっと髪の毛下ろしてんの好きやな私。あれ、なんか私さ、髪の毛くくってるキャラクター好き説ある？なんかあるかもしれん。その節ちょっと、はあ、たまんねー。うわっ、 え、 お前も早く帰れよ。あ、はい、一緒に帰りましょうよ。もう一緒に帰りましょうよ。小次郎先生、あのまま行っちゃった。職員室で叱られないといいけど。でもちょっとかっこよかったかも。え、さすがに思うよな山本山も。そらそうやろ、あの小次郎先生見て感情が揺らがへんわけがない。いや、もうすごかったもん、パンチ強かった。あ、そういえばもうすぐみーちゃんとひかるちゃんの誕生日だ。プレゼントどうしよう、買いに行くよ。え、ちょっと待ってな、買いに行くけれども、あの小次郎先生の余韻にも今浸ってるねん。あんなことある？あんなイベント来ると思ってなかった。どうしたらいいん、これから先。まだだって私たち付き合ってへんねんで。付き合ってへんくって、あの破壊力なんやろ。え、付き合ったらどうなるっていうの？うわ、危ない危ない危ない、このゲーム危なすぎる。どうしたらいいんやろ本当に。うわー、ちょっと待って待って待って、私確か去年色違いのタオルをプレゼントしたと思うねん。ちょっと色違いのランチョンマットは被る気がする。案外面白いのが好きじゃないんかって思うねん。だから千リッチ貯まる貯金箱、これでいこう。いや、案外よ、あの二人ユーモアセンス抜群なんやと思うねん。喜んでくれると思う。マリーがあげるものなら何でも喜んでくれると思う。みーちゃんとひかるちゃんはいた。さあ、どんな反応をしてくれる？みーちゃん、ひかるちゃん、マリー、二人ともお誕生日おめでとう。覚えててくれたの？当たり前やん。私の誕生日に二人来てくれたの覚えてるよ。いや、これで少しでも喜んでくれたらいいな。これプレゼント、気に入ってもらえるといいんだけど。うん、気持ちは受け取るね。あれ、これ一生に一度しか見られないものかもね。うん、激レア。そうやと思う。私結構癖強いもんとかもらったら嬉しいタイプやねんけど、そうでない方々でした。もしかして、やっぱりもしかしてだけど、あのもう一個のなんかバラのやつやったかもしれない。あまり喜んでもらえなかったみたい。あー、そんなことある？ちょっと待ってよ、喜んでもらえなかったよ。そしてまたメッセージが来てる。あー、あ、正直すぎるってヒカルちゃん。やっほー、マリー。マリーにもらったヒカルたちの誕生日プレゼントのことなんだけどさ、あの時は正直嬉しいっていうより何これって思ったんだけど、さっきね、お姉ちゃんとあれを使ったいいアイディア思いついちゃったんだよね。もう正直すぎるこの子。ん？なーに？違うの、マリー。とっても素敵な使い方があって、あの箱にある穴にお花を刺したら今まで見たことのない斬新な一輪挿しになったの。本当だよ、一輪挿しのスマートなイメージを一周する世紀の大発見。いけばなのプロもびっくりだよ。面白い発見だった、マリー。本当にありがとう、大事に使わせてもらうね。あ、ちょっと違うな、千リッチ貯めてほしくて送ったんやけどな。うん、違うな使い方。まあいっか、二人が喜んでくれるなら何でもいいや。本当に今日は生きててよかったなって思いましたよね。え、三影先生のあんな姿見れるんですか？今日の
三影先生を見た時すごかったんですよ、心臓の動き方が。こんな早いみたいな、びっくりしすぎました。そんなことあるって、私も私自身にちょっとびっくりしちゃったぐらいだったんですよ。今後怖いですよね。だからどうなってしまうのか、私の心臓が持つのかどうか、今後の展開にも乞うご期待ください。いい夢見れそう。ありがとう、ありがとう小次郎先生。また次回お楽しみに。今日も見ていただきありがとうございました。ほなまたね、バイバーイ。